ラック1は人細胞に存在するタンパク質であり、ラック1遺伝子により行動されている。ラック1は選択的スプライシングにより異なる機能を持ったいくつかのタンパク質を生成しており、このうちの一つがラック1である。ラック1は悪性黒色種や肺斥小細胞がんを含む様々ながんの発生において重要な役割を果たしていると考えられている。そのため、 現在これらの疾患に対する治療標的と考えられている。低分子量 GTP アーゼの一つである上、ローファミリー G タンパク質であるラックサブファミリーのメンバーでもある。このスーパーファミリーのメンバーは、細胞の増殖や細胞骨格の再構築、プロテインキナーゼの活性化など様々な細胞における事象を制御している。ラック1は、細胞周期や細胞接着。 細胞運動、上皮細胞における悪性形質転換などを含む多くの細胞プロセスにおける多方面的な制御因子である。アーフィップに、マイターニックジストルフィープロテインキナセ、T、セルリンフォーマ、インベージョン&、またスタス、インデューシングプロテイン2、パード6バイト、パック1、パック3、アーハグディア、ミド88、パード 6A、スタッド3、 イクギャップに、キャップ1、イクギャップ1、フハット1、ベイップ2、ボレックス、FMNL1 などのタンパク質と相互作用することが明らかにされている。ありがとうございます。